こんにちは、速稼塾の久保です。昨日だったですかね、立憲民主党の方を通じて、菅総理がこのね、シングルマザーの方をはじめ、いくつかのね、セクションの方、いわゆる生活困窮者の方の支援を急ぐよということをお話しくださいました。これに対してね、ああよかったねっていう、私はそういう気持ちなんですよ。もちろん全員を一気にどうこうっていうのはないですよね。やっぱり順番だと思うんですよ。でその順番っていうのは強く訴えた人、声を届けた人の順番だったんじゃないかなと私は思います。実際私もですね、野党の事務所に通ったりとか、毎日メールやお電話をしたりとか、そして政策与党の方にもきちんとねお話したことをずっと続けてきたと思うんですよ。皆さんからのコメントを吸い上げて、それをまとめてお届けしました。その中でじゃあこの人たちから支援していこうかなと、この人たちから何とかしないとなっていう判断は多分立憲民主党の中であったのか、野党の中であったのか、与党であったのか分かりませんけども、とりあえずは昨日私が分かったのは、シングルマザーの方とか母子家庭の方とか、それから非正規雇用の方とか、そういった部分だったと思います。これに対してね、ちょっとね残念な気持ちになったのは、なんで母子家庭だけみたいなね。でまるでね、母子家庭の方が、保護を受けたらすごい肩身が狭いようなね、これがね、だからまた気持ちの悪いところなんですよ。気持ちは分かるんですよ、不公平だとかいう気持ちはね。でもどうやっても不公平ってのは残るんですよ。例えばですよ、世の中にはいろんな暮らしの方がいらっしゃいますよね。じゃあ一律給付10万円が公平なのかって話になるわけですよ。公平なんですかね、これは。だからね、結局ね、資本主義である以上、私たちは一人一人違いを持ってる以上、全くの公平はないんですよ。だからね、不公平だと言われれば確かに不公平なんですよ。だから不公平をどのぐらい是正できるかってことを日々やってるわけなんで、今全部が横一線に公平になった方が危ないですからね。それはもうお分かりの上で口をついて出たんだと思いますけども、少なくともね、これで救われる方がいるからよかったねっていう考えの方が私はね強いんですよね。もちろんまだそうは言っても救済の網のね中に入ってない方がいらっしゃる、その人の気持ちは分かります。でもこれはやっぱり順番なんですよ。で、私はこれ何、なんでこれを言うかって、私はね、いつまでたっても私には順番来なくてもいいと思ってるんですよ。それは、やっぱりこう事情じゃないですけども、私に何かをしてくれるよりは他の人から先にお願いしますって気持ちなんですよね。そしてそういう気持ちの方が結構いらっしゃる。要するに譲ってくださる方がいるんで、本当に困窮された方から順番に救われてほしいと思うんですよ。ただいろんな見方があります。本当に困窮してるのは誰なのかってことを誰が判断したら、誰が一番ね最初に真っ先にやらないといけないのかっていうのがみんな判断変わるんですよ。でもどっちにしてもそれをね細かく順番をつけていたら本当にねまだまだ遅れちゃうんで、とりあえず自分じゃないけどもこの人がなんか手を差し伸べてもらえてよかったねって気持ちの方が私はねちょっとあるんですよ。これについてはお前の立場から偉そうに言うなっていう人もいるかもしれません。確かにそうかもしれませんけど、だってそう思ってるんだもん私はね。申し訳ないけども、ホームレスまでした私ですけどもね、でもやっぱりその辛さとか寂しさとか、なんか十分分かってないかもしれません私も。ただやっぱり、私が見るところね、本当に素直に良かったねでいいんじゃないかなと思うのを、不公平だと言ったりとかね、まさにその気持ちはあると思いますけども、母子家庭だけなんで優先されるんだ、またかよみたいなので、これから命が救われようとしている母子家庭の方がね、その保護を受けるのをためらわせるようなね、そんな空気はすごくね私嫌だなと思いましたね。それが今回ちょっと動画でどうしてもお伝えしたかったことなんですよ。だからもう一回言いますけど、これはね、自分がこんな状況なんですってことを諦めずに強く訴え続けて、それが今回は野党の方を通じて総理に届いたわけなんですよ。で他の方も辛い気持ちとかね状況はあるでしょうけども、それは伝え続けることをやりましょう。それはこれからも、そしたら次はあなたの番かもしれないじゃないですか。でもやっぱりね、なんであいつがみたいなことを言ってる人を、じゃあ次あなたねっていうような気持ちにならないんじゃないかと思うんですよ。何をやってもケチをつける、二階さんじゃないけどね、何をやってもとりあえず文句言う人に、じゃああなたは助けてあげましょうかってなかなか来ないと思うんで、あ、自分はちょっと今回には入れなかったけども、とりあえずあなたは良かったじゃないですか、ね、これで安心だよっていう風なね、そういう気持ちも持てないぐらいちょっとね辛いのかもしれないけどな。いやちょっと複雑なもんがありますね私もね。なんかこう、本当にみんなに救われてほしいんでね、こういった情報を流してる中で、
情報を流すことが対立を生んでるんじゃないかなと思うんですよ。私がね、私がこの動画を作ることによってコメント欄で対立が起きてるのを、これはね、本当に見るに耐えないというか、そんなことのためにコメント欄を使ってね、誰を憎むとか、誰を襲われるとか怯えるとかね、生活保護もらってるから立場が悪くてもしょうがないとか、生活保護そんなにね、私が言うみたいに20万30万値上げするのはダメだとかいう意見も分かりますけども、でもそうすることによって、あ、生活保護はもう10万とか15万でこのまま切り詰めながらやらないと世間の人が許してくれないんだみたいな空気をね、こんな自民党の片山さつきみたいな空気を作るのはもうやめましょうよって話なんですよ。もうそんなことを言ってるんじゃなくて、私たちは弱い者同士ね、もう誰かが救われればいいじゃないですか。それこそね、100人が辛い気持ちをしてる、その中の1人でも助かればいいじゃないですか。まずはですよ。その次に残った99人の次は誰が行くみたいな感じです。これね、例えて言えば、あのロープが垂れ下がってるわけですよ。ロープが1本、そして100人の生活困窮者がいて、そのロープはね、1人ずつしか渡れないんですよ。でも全員を救うための紐の強度はあるんですよ。じゃあ誰から渡ります？自分がマスキーに行くっていう人もいるでしょう。でも私は少なくとも、あの子供たちとかね、女性の方、それからご老人の方からまず行ってほしいなと思うんですよ。まずね、私の考えが違うかもしれませんけども、私は個人的にそう思ってます。ですんで、俺は一番最後でいいよと、みんな早く登れよみたいな感じですよね。まあ今の立場だからそう言えるのかもしれないですけどね。けどなんかその気高さは失いたくないなと思うな。でもこれはね、皆さんに押し付けてるつもりはありません。私はこういう考え方だから皆さんもそう思っていることではないです。いろんな考え方があっていいです。いろんな状況でね、やっぱりこう苛立つところとか焦燥感もあるでしょう。それは本当にその通りだなと思います。だからね、余計に公平っていうのがね、誰にも可能じゃないんですよ。誰にも不満が出ないようなものを、社会主義でもないような民主主義の世の中で打ち出すことの難しさとかね。でも本当に良かったなと思うのは、菅総理が耳を傾けてね、やってやるよっていうふうに、その言葉でどれだけ救われたか、そして多くの方が次のアクションにも期待を持ったと思うんですよ。少なくとも菅はダメよみたいなね、これをやってくれたのに評価を落とすと、じゃあもう何もやりませんよってふてくされちゃうかもしれないんでね。私は麻生財務大臣結構ね、叩いてますけどね私叩いて、なんかね、私もね、だいぶ自己矛盾を起こしてますけどね。そんな支離滅裂な放送でございます。なんとかね、本当にうまいことなんないかなと。私山本太郎さんがこういう時にね、権限をね、絶大な権限を持ってたらいいのになと思うんですけどね。どうですかね、三橋隆さんとかね。いや、人が人の世の中を支配する、統治するっていうのは本当に難しいもんなんですね。まあ私はね、支配者になってないんで、こうやって文句言うだけなんでしょうけどね。まあいわゆるあの小銭稼ぎのコメンテーターですか。そんな風になっちゃいましたね、私もね。はい、というね、私のつまらない考えでございました。お耳汚しで失礼しました。